ギュスターブ・ドレ、アブサロムの死、右側にアブサロムが描かれている。アブサロムは旧約聖書のサムエル期に登場する人物で、イスラエルの王、ダビデの三男。名前は平和の父の意味。イスラエルのうちでその美しさを称えられ、自分でも自らの美しさに揺るぎない自信を持っていた。父ダビデ王に対して反乱を起こしたが、最終的に敗れて殺害された。 ダビデには複数の妻がおり、アブサロムはその一人であるゲシュルの王タルマイの娘、マーカから生まれた。アブサロムは妹のタマルを愛していたが、イボアニのアムノンがタマルを手ごめにしたことに激怒した。2年の間、機会を伺っていたアブサロムは、バールハツオルに兄弟たちをすべて集める席を設けて、そこへ手下を送り、アムノンを殺害した。アブサロムは母方の祖父である、 タルマイの元へ逃れ、三年後に許されて、ダビデの下に戻った。四年後、アブサロムは周到な準備をした上で、父ダビデに対して、反旗を翻し、ヘブロンで拒兵した。当初、反乱は成功するかに見えた。イスラエルとユダヤの民はアブサロムを支持し、ダビデの下に留まったのは、クレタ人とペレティ人、ガト人のみであった。ダビデは都を地を余儀なくされた。 祭司たちは都にとどまり、祭司たちの息子ヨナタンとアヒマーツがダビデに情報を送ることにした。アブサロムはエルサレムに入場し、地望で知られたアヒトフェルを軍師として迎えた。アブサロムはダビデを追跡し、ダビデはヨルダン川の向こう岸へと逃れた。ダビデはあらかじめアルキ人不斎をアブサロムの下に送り込んでおり、アヒトフェルとアブサロムの罹患を図った。アヒトフェルが できる限り早くダビデを追跡して捉えるべきだと、進言した際も、フシャイが、軍勢を集結させてから確実に攻撃するべきと、正反対の検索を行ったため、アヒトフェルの策は採用されなかった。こうしてダビデは、最大の危機を、キレアドに逃れ、アブサロムへの反撃に必要な軍勢を集める時間を、稼いだ。ダビデを撃つ機会が失われたことを知ったアヒトフェルは、失望し、 自殺した。兵を集めたダビデは、反撃に転じ、アブサロムの兵士とエフライムの森で激突した。この戦いで、アブサロムの軍勢は完敗し、アブサロムはラバに乗って、単身戦場から逃れようとした。しかし、アブサロムの自慢の長い髪が低い枝に引っかかり、この間に、宙吊りになった。ダビデは部下に対し、アブサロムに手を出さないよう厳命していたため、 これを発見した部下は手を出さずに、上官の弱ブに知らせた。ダビデの腹心だった弱ブは、駆けつけると、尻込みする兵士たちの前で、アブサロムの心臓に棒を突き刺し、手下と共に止めを刺した。ダビデは自分に対して、半径を翻したにもかかわらず、アブサロムの死を聞いて同国した。アブサロムは、王の谷に、自らの石踏みを立てていたので、その名前が、歴史に残された。 サムエルキカ14時27分によれば、アブサロムには3人の息子と1人の娘たまるが、いたが、サムエルキカ18時18分で、後継ぎの息子がないと言っていることから、息子たちは創生したと考えられている。一方、歴代史下11時20分には、アブサロムの娘のマーカが、ユダ王国書大王であるレハブアムのそばめになり、アビアを生んだことが記載されている。ありがとうございます。